来年の交流戦1軍ってね。え、そうなんですよ、ね、交流戦って結局どこが1位だったんだろう。まだ終わってないけど、これが1位だった。ちょっと意味わかんないです。最近なんか Twitch の設定してよくわかんないんですけど、してもらって、自分の配信がどうやってるかわかんない。まあ、いっか。大丈夫博士の手術が現実だったら受けますか。大丈夫博士ってなんだっけ、あのパワープロの、もしかしたら球速くなるみたいなやつ。受けないでしょ、失敗したらおしまいよ。まあどれぐらいバラやってる。今はね、まあちょくちょくやってますよ。成長が見られない。はい、アポーリー。埼玉暑いですか。埼玉ね、まだ試合出てないんで全然暑くないですけど、1軍より2軍で太陽に当たってる方が暑いですよね。投げても勝ちつかないから休んだって本当ですか。いや、怪我です、怪我。勝ちとか別に関係ないから。先発の勝ちね、先発勝ち負け。装備くれない。先発の勝ちとか負けとかはもうあんま関係ないんで。怪我大丈夫。怪我はそうですね、とりあえずノースロー宣告されてるので、私はノースローしてます。まだ焦んなよ。そうなんですよね、焦ったらよろしくないんですよね。ピッチでは6ヶ月くらい配信してなかったです。リハビリ中ですね。そろそろキャッチボール再開できると思うんで、そこからどうなるかってところですかね。どこを怪我したんだっけ。右の肘、右肘。小野さんとどっちが入れやすい。いや、どっちがやりやすいっすもん。僕、まだ監督変わって、試合出てないんで、わかんないけど。そうっすね。別に変わっても、あんま変わんないと思うんですけど。ベンチから指示なくて、ランナーいない場合ならホームラン狙って打席立ちますか。でも全部ホームラン、それは。もう全打席ホームラン。だけどもう交流戦終わるっていうね。めっちゃ楽しみにしてたのに、終わって結局打席立たずに終える。めちゃめちゃ悲しいっすよ。子供の頃から球速かったですか。いや、普通じゃないですか。普通。登録の時に、スピードが何キロとか、102キロとかって気がする。速いのかな、小学生にしては。まあそういう人もいるよねぐらいな感じです、多分。来年の交流戦1軍ってね。え、そうなんですよ、ね、あなたたちにも聞こえるでしょ。1本買います。装備をちょうだい。ありがとう。マジで痛い。いないとやばいっす、マジで。装備をちょうだい。ありがとう。交流戦って結局どこが1位だったんだろう。まだ終わってないけど、どこだろうね、今のとこは。これが1位だった。ちょっと意味わかんないです。楽天が1位か。お前ら落ち着きなって。交流戦ほんと楽しそうだよな。まあ2周ぐらいしてほしいですよね。個人的な感想は2周してほしい。セブンの試合毎日見てますか。気合入ってるか。あ、見れるときは見てます。ダゾーンで。ガイ君の初登板プロ目線どうでした。どうでしたって言われてもな。5回2失点。まあ19歳なんで、19だっけ20だっけ。まあいいデビューになったと思います。
まあ。うまいですね、皆さん。敵を発見。ウィングがスパイクで撃ってる。ウィングも撃たれた。僕のキー。ちょっと太りました。太ったっすかね。いや太ったよ多分。太らせた。太らせた。太らせた。太ったのに球速くなるんですよ。サウナ好きですか。いやサウナめっちゃ嫌いっす。暑いし水風呂入るし。展開完了。結構嫌っすね。エラバロできるし160キロ投げる。いやバロできてないですから。あと30秒。バロはねめちゃめちゃ下手ですから。スパイク設置。さあ引き出す。ジジイが敵発見。残り1名。俺のダチに手出すから。シーズン中に風邪とか熱出たら大変そう。もうそれで結構1日2日休んだら体重落ちたりとかしますからね。試合にも出てないね、はい、ゲーム配信してるやばすぎて。やばい、やばいっすかね。あれですね、現状報告がてらですね。だから負けてたら配信したらダメみたいな、まあ思う人もいるかもしれないけど、そうっすね、思う人はまあまあごめんなさいって感じでね。肘と肘をくっつけられる人って100人に1人らしいんですけど、できますか。肘と肘をくっつける、後ろで前で、わかんないけど多分無理だよ。てかベンチプレスって胸が痛い今。いつも通りに行こう。筋肉痛が来てる。最近アクアリウムいかがですか。パイプがめちゃめちゃ汚くなって、取り替えたら、だいぶ状態は良くなりましたね、水槽の。すぐ濁るようになってたんで、なんでだろうと思って、パイプを取り替えたら、最近状態良くなって、楽天に平っていうルーキー、ちょこちょこ、試合で出るけど知ってますよ。高校の時試合したことあるかもしれないですね。1個先輩ぐらいで、試合してましたね。予選登板決まってない申し訳ないですけど、一軍復帰いつですか。まあ、わかんないですよ。まあ、何も投げてないんで。まあ、わかんないっていうのがあれなんですけど、早く投げようとして、また痛めたら、それこそまた1ヶ月遅れてなんで、まあ、ゆっくりやっていきたいなーっていうところですかね。はい。ということで、ちょっと用事あるんで、降ります。またやるんで、はい、見に来てください。